ルーニー選手、はい、世界大会出場するチームは教えてください。はい、杉並エンジョイモルクで出場します。杉並エンジョイモルク、はい、はい、イエー、杉並エンジョイモルクです。世界大会の意気込みを教えてください。はい、はい、やっぱりチームに迷惑かけ続けてきてた投擲ばっかりしてたんで、今回久々にねチームで集まって、4人で投げるということなので、今回はね今までの練習の成果生かして大活躍してやろうと思ってます。迷惑をかけ続けた男の恩返しが始まる。星野さん、はい、函館への意気込みをお願いします。はい、ね、世界の方たちと楽しくモルックをして楽しく争いたいと思います。頑張ります。目標は、目標は、まあ、いけるところに、ありがとうございます、はい、頑張ってください、はい。盆栽選手です。こちら世界大会やチームは、どこで出場しますか。1個で参加します、はい、目標を教えてください。エンジョイでガリガリも楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。皆さん、いいのチーム名を明かして。まだ明かさないでおく。森田さん、チーム名は内緒ということで。チーム名内緒で、はい、函館にいるかどうかもまだ分からない。いるか分からないまだ分からないですが、意気込みをお願いします、はい。まあ、いるかどうか分からないんですけど、僕 あのアイドル乃木坂46で好きな一ノ瀬美空ちゃんって子に、この間あのモルックが世界大会出るんだって話をしたら、迫真の顔で教えて結果って言われたので、ちょっと恥じない結果を訪れるかもしれない。美空ちゃん見ててね。スタッフさんに来ていただきました。世界大会出場するチームは、はい、モルック太郎でエントリーしてます。太郎でエントリー、今回の意気込みを教えてください。モルック太郎さんたちとは初めて投げるんですけども、ちょっと練習しててもね、結構いい感じでチーム分けているところがあるので、上目指して頑張ります。目標は優勝です。目標は優勝です。お願いします。はい、Sさんに来ていきました、はい。世界大会出場するチームを教えてください、はいはい。プーラビーター5人で出場します。はい、はい、今回の意気込みを教えてください。行くしかないっしょ頑張ります。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、イエロー選手に来ていただきました。あ、どうも、はい、世界大会の出場チームを教えてください。茨城モルックラボで、はい、モルラボで出ます。はい、意気込みを教えてください。あ、まあ、もう出るからには優勝を目指して全力で頑張ります、はい。まあ、ジャパンオープンタイトルホルダーとしてマークされていると思いますが、いや、僕は、はい、金魚の糞みたいな感じでノーマークで、はい、気楽に頑張りたいと思います。はい、目標は教えてください。はい、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ダイビー品賀選手に来ていただきました。世界大会のダイビーで出場ということで、はいはい、今回の意気込みを教えてください。そうですね、世界大会という大きな舞台で最高のチームメイトといい結果残せるように頑張りたいと思います。目標を教えてください。5年からの世界を目指して、はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ビスターヨッチ選手に来ていただきました。どうも、はい、今回はね、6人体制での世界大会ということで、はい、まあ、長期戦に対しての対策もバッチリというところだと思いますが、はい、
今回の世界大会の意気込みを教えてください。そうですね、やっぱりこの函館に向けてチームとしてはもうずっとやってきたっていうところがありますので、一つ大きな集大成になるような大会なので、まあ本当に全員がいい仕上がりできてるかなっていう感じです。はい、ありがとうございます。目標を教えてください。目標はもう世界一ですね。まあ国別対抗戦の日本代表の方がうちのチームから3年連続で出てるっていうのもありますので、やっぱり各々がやっぱりチームとしては日本でトップレベルっていうところはやっぱり背負いながら、プレッシャーありながらだと思うんですけど、いいパフォーマンス全員で出せるように頑張りたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。筑波で撒いた種が今花開く。